本当だ、いっぱい投げてくれてる、ありがとう。ちょっとスクショ撮っとこう、記念に。あれ、はい、ちょっともう嬉しくて、みんなの記念にスクショ撮りました。今タワー嬉しくて、ありがとう。こんな早くタワー来ることないよ、開始1分で。さすがねえ、ありがとう、嬉しい。すごいルームが賑やかで本当に嬉しい。告知もすごいね、遅くなってしまったんですけども、みんなこうしてたくさん集まってくれて嬉しいです。ありがとうございます、本当に。はい、もう本当にこれでもう1時間しかないけど、最後まで一緒に皆さんとね、たくさんなんかコメント読んだりお話できたらいいなって思います。でもまずはあの卒業公演本当にありがとうございました。はい、あの卒業公演皆さん見ていただけましたか？ DMM とか、あとは見に来てくれたりとかどうですかね。結構やっぱ見てくれた方が多いのかな。あの今回は特別卒業特別公演ということで、自分でセトリを考えて、何密になりすぎないように、そういうのもいろいろあって、考えてセトリも組んで披露させていただいたんですけども、どうでしたか皆さん。私のテーマはもうエモエモのエモをテーマに今回セトリを組んだんですけども、どうですか。なんかすごい、自分なんかよくファンの方が言うのは、なんかよくそのみんな いろいろ泣く場所が違うかったって、やっぱ初っ端から泣くファンの人もいれば、その中盤から泣いたり、このドレス着させてもらった時のやつ見て泣いたりとかっていうのを聞いたんですけど、まあ、あれですね、なんか多分そのスカヒラから今までやってきたユニットをね全部披露していったんですよ。でスカヒラからまあ最後ジェリービーンズまで今までやってきたのをやって、それで多分自分が推し始めた頃のユニットを見ると、やっぱすごいエモーションなの、エモーションっていうの、エモーショナル、エモーション、エモじゃん、エモいからそこで泣いちゃうみたいなね。でそれだからなんか人それぞれ泣く場所が違うくてみたいな、それもなんかオタクの人生だよねみたいなのをね、なんかおしゃべり会でファンの方と喋ったりもお話ししたりとかもしてたんですけども、はい、どうでした皆さん。すごい、もうスカヒラとか本当懐かしいよね。あー、ハロウィンギフトありがとう。あ、そっか、今日ハロウィン、ハッピーハロウィンね。大好きな星の温度がまた見れてよかったって。みんな何のあれが良かったですか、ユニット。じゃあちょっとアンケート取ってみよう、最後だから。こういうアンケート機能とか結構活用してみるね。じゃあアンケートどうやって取るんだろう今。アンケート、あ、投票か。待って、ユニットだって。じゃあ1番がスカヒラ、2番星の温度、3番ジャンヌ、4番天使、5番ラスベガス、6番冷蔵庫、7番ジェリービーンズ、あ、7番祈り、8番ジェリービーンズ、8個か。はい、みんなが好きだってユニットに投票してください。で、じゃあ私は今のうちにちょっとハッピーハロウィンのいただいた生クリームたっぷりを食べます。どれが一番みんな的に良かった？なんか泣いたっていうか、良かったっていうか、久々っていうか、みんなが好きな曲っていうか、まあいろんな、そういういろんな全体的の意味で。番号はちゃんとあのユニット順ですので、こう頭から数えていただいて。うん、でも冷蔵庫が好きって言ってくださるファンの方が結構いて、冷蔵庫多そうだなっていう私の今の予想です。はい、どうですか。ラスベガスで沸くと思ったら泣いたって。
祈りかなって。私も祈りはめっちゃ好き。うん、どうですか。まあ全部好きはもう、それはそう、それ言い出したらキリないからいくよ。もうちょっと待った方がいい。結構みんないっぱい投票してくれてて気になる。23歳天使の尻尾でさ、年齢言わなくていいじゃんねえいいじゃん、アイドルなんだからさ、年齢言わなくていいじゃん。可愛かったでしょうん、どうでした。自己紹介初めての23歳って言ったら、そうなんですよ、の本当にもう劇場に立ったのが本当に久々で、生誕祭も今年またちょっとできなかったので、いつも兵庫県出身の何歳、田中彩香にこと田中彩香ですって言ってるんですけど、23歳っていうのが初めてで、最初これ年齢言う必要あるかなと思ったんですよ。私ももうそろそろ年齢言わなくていいんじゃないかなって。だから兵庫県出身の田中彩香こと田中彩香です言おうかなと思ったんですけど、まあ23歳ってね、まだ言ったことなかったから、まあ言ってみようと思って言いました、年齢も。じゃあそろそろ終わりっていうことで、3、2、1。あ、1番が圧倒的に多いね1番、6番。あ、じゃあスカヒラが一番好きだったのかな。あ、ジャンで意外と人気ないの、4番。なるほどね、楽しいねスカヒラ5はもうね、本当にすごいと思う。あ、ありがとう、たまん。スカヒラ5ってメンツ強いよねってメンバーが言ってくれた。そのスカヒラメンじゃないメンバーが、スカヒラのマジでメンツ強くないみたい、スカヒラめっちゃ楽しみって言ってくれるメンバーがいて嬉しかった。今考えればスカヒラメンツ強えなってなったよねすごいよね。ありがとう、たくさん。すごい、ちゃんと1位、2位、3位、4位ってギフトたくさんありがとうございます。まあそんな感じですね。これはね、生クリームのなんか最近流行りのやつです。うん、最近甘いもの好きなんだよね。で、この後にドレス、皆さん見ました？あのドレス、本当にどうよ、びっくりした。バナナのやつだよ。ドレスはなんとオーダーメイドっていうので、もう自分のサイズ用に自分がこういうのが着たいっていうのを、イメージの絵図として送って、それで衣装さん、スタイリストさん、の方に作っていただきました。すごいね、その衣装さん、スタイリストさんの方、衣装もその作ってくださった方がね、当日劇場来てくださって、その着させてくれたんですよ、私に。それでもこんな嬉しい、なんかそのこんな可愛い衣装着て、衣装ドレス着て卒業できるの本当嬉しいですって言ったら、すごい喜んでくださって、私もそうやって言ってもらってよかったです。まだ2回しかねお会いしたことなかったんですよ。2回3回かなぐらい、なんかまだ数回しか会ったことがない衣装の方で、でもそうやってね、なんか私のために一人で作ってくれたらしい。なんかで、だからすごい、多分ギリギリだったし、あのドレス作るみたいな、その案とかその提出してたのとかもすごい、まあいろいろなことがあって、すごい、まあ、ギリギリでスタッフさんともの、いろいろ打ち合わせとかしてたからギリギリだったんですけど、間に合うように作ってくださって、で、あのドレス着させてもらって、もう本当に
もうこれこの上ない幸せでしたね。あれは本当にこんな幸せでいいのかなって思うぐらい本当に幸せで、もうこの幸せを全世界の人に見てほしかった。私こんな幸せなんだけどなみたいな、本当にみんなに羨ましがってほしいぐらい幸せでした。でも本当幸せって思えるのはこうやって応援してくれるみんながいてこそのことだと思うので、本当にみんながいなかったら私は多分もう幸せどころか不幸だったので、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいでございます。はいね、本当楽しいことも辛いこともね、もういろんなことがあったしね、だけどこうやってここまで続けてこれたのは本当にもうファンの皆さんのおかげです。紛れもなくそういう事実です。はい、モバメもさっき送ったので、最後のモバメ送ったのでよかったら見てください。はい、モバメの返信もちょっともう12時っていうか、モバメの返信はそもそも10時過ぎたら見れないんですけど、だからもう私見れないんですけど、最後までちゃんと読んで読んだんですけど、だからモバメの返信はもうまたもう終わっちゃったから見れないので、ハッシュタグスキアフでなんかモバメの返信とか書いてくれれば見れるのでね。はい、ツイッターもねアカウントが消えちゃうと思うんですけど、はい、見れるのでよかったらスキヤフしてください。私にハートギフトたくさんありがとう。今日みんなたくさんハートを送ってくれる、嬉しい。これはスキヤフってことですかね。うん、そうですね、うん、ハートイエーイ、好き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 、うん、本当に ありがとう、ハート嬉しいよ、めっちゃすごい。だから画面録画して、めっちゃ降ってきてる、ハート、イエーイ。画面録画して、私今、ショールーム中でできないから。イエーイ、ハートに溢れる女、こんな幸せなことある、イエーイ、イエーイ、好きあふ。もうみんな好き溢れすぎてるじゃん。こぼれ落ちてるよ、もう拾いきれない、ほら。かわいいんだけど、ね、でたまにハロウィン投げてくれる人とかもいるんでね。なんか今日ハロウィンアバターもらえるみたいになるけど、みんな NGT のハロウィンアバターもらえましたか？かわいい、かわいい、みんなのこうやっても抱きつきたら食べたい、こうやってすごいめっちゃもうあふれ返ってる。え、こんなことあるね。かわいいよね、マジでみんな愛してる、本当にかわいい。かわいいよ、みんなありがとう、本当に嬉しいです。みんなが私のためを思ってこんなさことをしてくれて、本当にもう私は幸せ者です。もうみんな幸せになってねって言うけどさ、みんなが私のことをこんなにも幸せにしてくれてさ、もう本当に嬉しい。 NGT 入ってよかったなって本当に思うし、みんなに出会えてよかったなって思うし、やっぱ私の夢を叶えてくれたのはもう紛れもなくいつも応援してくださってるみんななので、ね、私の夢はファンの夢とは言ったものの、私の夢を叶えてくれたのはファンの皆様です。本当に本当にありがとうございます。はい、うん。めっちゃ止まらない、ありがとう、ハートかわいいね、本当にみんながいなかったらもうこんな多分もうね続けてませんでした、5年も。でもやっぱいろんなことがあった
ダンスが覚えれなくて大変で、もう泣きまくった日ももちろんあるし、もう嫌で嫌でやめたいと思うことももちろんあったけどもさ、それでもやっぱ最後こうやって終わる時にはやっぱ楽しかったとか、それ楽しい思い出がさ残るってことはやっぱ楽しかったって思える、思えた5年間だったからだよね。ね、そりゃもう本当にもうやめちゃいたいとか、もう消えたいとか、もういろいろあったけどさ、でもやっぱそういう落ち込んでる時にもうやめちゃう時ってやっぱさ、それが原因で多分やめちゃうってことはもうあんまいい思い出なくやめちゃうってことじゃん。でもさ、こうやってすごい最後に幸せって終われることはやっぱ本当にね、楽しかったって思えることだと思うから、本当になんかこう最後幸せって思って卒業できることが本当に幸せです。もう一時期は本当にやめちゃいそうになった時期もまあ何回かあったけど3回ぐらいあったかなあったけどもうんね、ここまで連れてきてくれたのはみんなでした。最後本当にステージから見る景色は本当にもうキラキラしていて、なんか本当にアイドルやっててよかったなって思うし、私の一生の自慢です。もう一生自慢していきます私はでもなんかすごい私ってなんか全然自信持てないっていうか、なんだろうね、なんかやっぱすごいね、なんか人見知りなのかな、自分では人見知りって思ってなかったけど、やっぱ最近ちょっと人見知りなのかなってちゃんとね認めるようになったんだけど、なんか人見知りって多分自分に自信がないからそうやってあんま人にさ物事言えたりさ、ちょっと臆病になっちゃうからそう人見知りになっちゃうんだと思うんだけど、昔から私ほんと一人っ子だったから、ずっとママのさ陰に隠れて生きてたのね。ずっと保育園とかでもさ、お迎え行くのとかもさ、なんかずっとママにくっついたりしててさ、でずっとほんと中学生の時も一人でバスとか電車に乗れないし、もうわかんないし、そんな人に駅員さんとかに聞けないしさ、すごい人見知りで、だけどなんか NGT に入ってからすごい変わったっていうか、自信持てるようになったっていうか、なんかなんて言うんだろう、自分はもっとなんか言っていいのかなとか、なんかそのね、なんかそう思えるようになったっていうか、まあそれはね多分普通に年齢重ねたからっていうのもあるかもしれないけど、でもやっぱなんか自分に自信がちょっと持ってたもん、 NGT に入ってから。だからそれが本当にすごいもう一番良かったなって思った、 NGT に入ってなんか自分のためになったなって思った、その自信持てることが今後本当に、だって今後一生人見知りで生きていくかさ、ちょっとでも自信ついてさ、ちょっとでも人見知りじゃなく、ちょっとでもなんか自分の意見とかさ言えるようなさ人間で生きていくのかってさ全然違うじゃん。だからそれを私はそうやってプラスの方になんか自分を変えれたことが本当に NGT に入ってよかったなって思いましたうん、そう。でもそうしてくれたものもやっぱ本当にみんなでファンのみんなで握手会とかでもすごい、私本当初めての人とか絶対人見知りとかするタイプだけどさ、初めてでもやっぱすごい私楽しくなっちゃってフレンドリーに話しかけたりしちゃうし、なんか隣に並んでるレーンのファンの人たちにもなんかちょっかいかけたりとか大声出し、なんかうるさいなんかブイブイ言ってるやつみたいななんか本当にね、それぐらいなんか楽しく握手会も楽しくできたし、でもそれってなんかやっぱ今まではさ人見知りってなんかねその思うじゃん、なんかなんて言うんだろう、自分が言っていいのかなとか恥ずかしいなとかなんか思われないかなって、アンジュとはいい話してるんだけど、アンジュどこはアンジュ、いい話してたんですけど今アンジュはもう人見知りとか思ったことないけどね
だから本当に私アンジュみたいになりたいのよ。もう誰にも動じないみたいな。本当にアンジュって無敵の女じゃん。なんか本当に最強じゃん、アンジュって。いろいろ本当アンジュみたいに強く芯の通った女性になれるように頑張りたいと思います。私もアンジュがどこにいるかわからないけど、アンジュっていうコメントがすごいあるので、多分アンジュがいてくれてることでしょう。はい、アンジュはイコール無敵です。そう、アンジュもなんか卒業公演見に来てくれて、なんかちょっと連絡したの何週間か前かに、その卒業公演決まったからなんか見に来てくれるみたいな、見に来ないみたいな言ったら、なんかカニちゃんのなんか晴れ姿見るの楽しみみたいな LINE とかしてくれてさ、なんかね、アンジュが卒業した後もアンジュとずっとなんか一回なんかね、うどん食べに行ったりしたり、ご飯食べに行ったりしたり、遊んだりしてたから、卒業してもこうやって遊ぶ仲っていうのは、多分自分が卒業してもずっとさ、そういう遊ぶお友達っていうか仲良しな関係でいられると思うから、まあ、アンジュはね卒業公演も来てくれたし、これからもずっと仲良しでいてほしいなって思いますね。はい、そうなんですよ。で、まあ、人見知りの話に戻ると、だからまあどこまで言っちゃったか忘れちゃったんですけど、まあ、みんながそうやって握手会とかでもなんかそうやって気軽になんかすごい楽しい話とかしてくれたから、私ってなんかやっぱ大人とかそういう年上の人にでもなんかこうやってもっと言っていいんだなって思うようになったので、だから本当にみんなのおかげでなんかすごい一人でも生きていけるようになった気がする。本当に、うん、そう、本当にみんなのおかげ、本当にありがとうね。みんながそうやって私にいつも優しくしてくれたから、私がなんかの幕を一枚バーって破ってなんか一つ大人になれた気がします。なんか自分もこうやってみんなみたいに言っていいんだなとか、喋っていいんだなとか、人と喋ることが楽しいって思えるようになりました。うん、そう、本当にだからありがとうございます。今後の人生に本当に役に立つ経験でした。西荻もいるって本当？あ、たまありがとうございます。さっきね、まりちゃんとか大木とかにも最後だから星投げてねとか言ってバイバイって言って帰ってきたんですけど、いる？まりちゃんと大木ち、やっぴー、来てくれてありがとう、嬉しい。よかったら星投げて帰ってください。はい、たくさん星投げてねって言ってたの、さっき。花ありがとう。マリチー、マリナタワーまだって煽らないで、そんなね、煽んないで、煽んないで。マリちゃんに煽っちゃダメ。もうマリちゃん、私に本当に、私マリちゃんに100万ぐらい借金してるんじゃないかってぐらい本当に私マリちゃんにあのもう本当にもう毎回いつもいいようにしてもらってるので、んー、そんなもうタワーなんていいんです、いいんです、大丈夫です、はい。本当にダメダメ、私マリナに100万借金してるぐらいの気持ちなので、むしろ私がマリちゃんに今後タワーを投げるようなお宅にならなきゃいけない。なんなら私西潟家の会長なので、今後はね、あの西潟家のファンの皆さんを引っ張っていけるような存在になれるように頑張ります。マリちゃんに100万投げなきゃやば、頭抱える。はい、あの私皆さんの会長なのでね、彩香会長って呼んでください。これからあのもうあと1時間後ぐらいで彩香にちゃんが終わっちゃうので、これからは彩香会長で。嘘です、嘘です、はい。まあそんなこんなでね、そうやってマリナのファンの人もさ、
私仲良くしてくれたり、オギチも本当にね、ずっと仲良くしてくれて、なんかオギも日付変わった瞬間に、LINE メッセージくれて、まだ今日日付変わった瞬間に、今日卒業公演だけどって、そのまだちょっと早いけど卒業おめでとうみたいなのを、してくれて、LINE 送ってくれて、それも、そういうこともしてくれたし、もう本当にね、オギにももう本当に私100万ぐらい借金してるんじゃないかってぐらい、もう本当に二人にはもう感謝の気持ちでいっぱいでございます。もう本当にどうお礼を申し上げたらいいのかわからないぐらい本当にね、よくしてもらって、もう本当にいつもねありがとうって気持ちでいっぱいです。うん、なんか友達からもすごいスクショ送られてきて、ショールーム見てるってことなのですかね、これは。友達ありがとう。ありがとう、すごいみんなが最後こうやって見てくれて、なんか嬉しいです。うん、そう、え、ゆかちゃん、ゆかちゃん知らない、ほんとこれマジ、これガチのやつ、え、ねえ、やばい、ちょっとスクショスクショ、はいチーズ、はいチーズって言って、私が可愛い顔してたらそれでいいんだけど、やばい、ねえ、ないのに、おぎち、やばい、今度1万円返します。なんなら100万ぐらい、ちょっとやばい、これで101万借金だ、やばい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 、マジで今度本当にもうお礼します。本当にもう棚彩香が、全棚彩香がお礼申し上げます。本当にねえ、いいのに、ありがとう、ねえ、ありがとう、本当に嬉しい。これはじゃあ、あやかにちゃん今までお疲れって意味のタワーってことでいいのかな。まりちゃんもねえ、投げちゃダメだよね、ありがとう。じゃあちょっとスクショしますね、はいチーズ。ねえ、いいのに、そんな二人とも。じゃあもうこれからもあやか会長が二人のことを引っ張っていくので、二人にはもうもう100万投資します。ねえ、いいのに、ほらもうみんな煽るから、ねえ、ダメだよ。でもすごく嬉しい、内心めっちゃ嬉しい。草草草、内心めっちゃ嬉しい、草草と折り越し花。花咲き散らかして、咲き誇らして、もう桜みたいな。ちょっと何言ってるか分かんないね。ねえ、ありがとう、本当に。ねえ、いいのに、そんな星投げてさ、なんかちょっとコメントしてくれるだけですごい嬉しいのに、もうこんなよくしてもらって、やっぱほら二人の、もう本当こういう方なんです二人は、わかります皆さん。うん、もう本当にもういい子たちなんです。もういい、もうさ、西荻がさいい子なのはもう100万年前から分かりきってることだけどさ、今度で分かったでしょ。もっと分かったでしょ、みんな。本当にもうそういうことなんです。いつか倍返しで出資してあげてって、もう100万倍返しだよね、こんなの。いや嬉しい。でも本当にね、たくさん、もう二人には本当に支えられまくったもう5年間だったので、まあ二人に限らずメンバー全員なんですけどもね、そうやってなんかね、なんか、なんて言うんだろう、人を大切にできる気持ちって本当に素敵だなと思って、西荻とかは特に。私なんてさ、もうなんなら大切にされたいタイプじゃん。だから、なんか、ふぇーいみたいな人間だけどさ、本当になんか西荻みたいな人間になりたいです、私は。本当に。もうこんな素敵な二人に囲まれてさ、こうやって送り出してもらえることがもう本当に私は幸せいっぱいです。ねえ、ありがとう。本当に後でまた連絡します。ねえ。ありがとう。うん。ありがとうね。うん。いや、いいやつなんですよ。本当に。
だって私今まで生きてきてこんなに NGT のメンバーとかも本当そうだけどね、こんなに素敵な人っているんだみたいな。なんか私がまあこういう性格だからさ、ルイは友を呼ぶみたいな感じで、私みたいな性格の人しか集まってこないんですよ。なんかまあ基本学校、小学生の時とか中学生の時とかさ。だけど、まあ、NGT に入るとそのまあなんていうの、まあ絶対的にさ、まあそれはもちろん知らない地方の人たちとさ、こう一緒に活動するわけじゃん。でさ、こんなすごいさ、素晴らしい人たちに出会えてさ、もう本当に嬉しいよね。うん、西荻も本当そうだし、メンバー全員もう本当にみんなのこと大好きなんです。私本当に感謝しかない、みんなには。もう本当に伝わってるかね、不安になるのよ。私って本当こういうやつだからさ、なんかみんなのこと本当に感謝の気持ちでいっぱいなんだけど、本当にもう根がこういうやつだから本当にみんなにさ伝わってるか分かんないからすごい言うんだけどさ、まあ、みんなに伝わってたらいいなでも本当に NGT のメンバーは本当にもう素晴らしい人しかいないです。素晴らしい人材です。本当にこんな素敵な人たちがよくもこぞりにこぞって集まったなと思うぐらい本当に素敵な人選です。あれはもう自慢だって、もう一生自慢してたいもん。こんな素敵な子たちと友達なんだよっていうのをみんなに、本当これから出会う人たちとかに自慢していきたい私はうんね、ありがとう、本当に嬉しいです。うん、そう、ずっと仲良しだと思う。うん、みんなのこと私が勝手に好きだと思う、みんなのこと。そう、本当に新潟に来てくれてありがとうって。いやそんな、私逆に私なんかをさ受け入れてくれてありがとう。すごい、私最初本当に新潟県のことをさ、なんかバカにしてましたよね。バカにしてたつもりじゃないんだけど、なんか本当に、あの、全彩香が謝ります。申し訳ございませんでした。あの、田んぼしかないやんとか言って、でも本当にそういうつもりで言ったんじゃないんですよ。私別に田舎だとか思って言ったんじゃなくて、あ、見た景色が田んぼしかなかったんですよ。そういうことなんです。だからあの田んぼばっかりで何もないやんっていうのをあのセリフで言ってしまったんですが、別に本当にそういう意味じゃないんです。マジでこれだけは最後に言わせて、マジでそういう意味じゃないです。はい、ほんでそれですごい、あの、私なんかすごいバカにしてるみたいなの言われましたけど、私もむしろ私は新潟県民の皆様とすごい近いなと思ってて、むしろ私なんかもあの田んぼしかないところで育ったので、むしろなんか急にね、なんかそんな大きいビルどんどんみたいなところに育ってないので、私兵庫県って言っても全然神戸とかじゃなく伊丹市なので、すごい落ち着いてるあのところで、普通に全然田んぼもあるのでむしろあの小学生の時とかはあの学校帰りにメダカとかすくってたもん、田んぼによって。だから田んぼに育ってできたみたいなもんよ、私もね。田んぼが育てた田の綾香みたいな。だからすごいそのだから本当にもそういう意味じゃないんですよ。田舎とか本当に思ったことございません。はいはい、この気持ちをね、うん、ちゃんと最後にね、なんか語弊があるとちょっとダメだと思うので本当に、はい、はい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 、まあそんなところなんですよ、私が生まれ育ったところも。だからむしろ親近感よ、新潟にね。うん、でも本当に似てるなって思う、伊丹市と新潟市って。伊丹市もさ大市とかあるけど、本当になんか新潟みたいだなって思う。うんね、はい、最後にして綾香がこんなにおもろいって。いや待って、私今面白いこと言いましたね。私本当に真剣に言ってるんですよ全然ネタとかじゃない、マジで真剣ですからね、面白くないからねはい、うん、空港あるし、そうね、伊丹空港あるもんね、新潟も空港あるからね。ほら似てるじゃん、ほらほらほらほ
ほら、そういうことだよ。うん、そういうことなんですよ。はいはい、わかりましたね。うん。はいはいはい。そうね、それ大師ね、ダイヤモンドシティね。うん。そう。はいはいはい。そうなんですよ。あの、お気持ち察していただければ幸いでございます。ハートありがとう。すごい、またギフト飛んできた。ありがとうございます。もうちょいで西荻が壇上って、そんな、ほんとだ、西方まりな、西方まりなとエチゴンと荻野ゆかが並んでおるよ、これすごい、エチゴン、西方まりな、荻野ゆかで並んでるね、えほんとにいやーもうほんとこんな私にさ、ほんとにいいのに、ありがとう、すごい嬉しい、すごいいい並びね、 この私の推しメンたちが並んでるこの姿、すごく素晴らしい、綺麗、目が潤う、かわいい3人が並んでる。あ、なんかすごい、めっちゃなんかハロウィンとかも投げてくれてんの、これもしかしてね。えそんな、ほんとにねえ、オギチがハロウィン投げてくれてるんだけど、ハッピーハロウィン。もう本当に今度ちょっと二人のお礼会させてください。あの本当に、何でも。花束オギチねえ、マリチも。ねえ、本当に今度はもう本当にマジで、今度、田野彩香がお礼会開きますので、本当に、もう本当に、ちょっともう、もう何でもお申し付けください。もう何でも、何でも、何でもいいです。本当に。はい。ちゃんとこの、何ショールームで課金してくれ、課金って言ったらちょっと、なんか嫌だけど、その、これ応援してくれた分でさ、なんかちょっとみんなでね、じゃあ3人で、なんかご飯食べに行けたらいいなって思います。はい。うん、ねえ、ありがとう、本当に課金くさくさって、課金って言っちゃったねえ、もう本当に何でも言ってください私にいや本当にいいのにね、うん、いやー、ありがとうございます。あと20分ぐらいかな、何分、15分ぐらいに始めた、20分ぐらいまでちょっとまたできたらいいなって思いますけどもね。こんな私のためにこんな、本当にこんな一生懸命になってくれる人がいるってことだけでも私はもう本当に誇りに思うのでさ、思うので本当にもう嬉しい。うん、あー、7000人も、嬉しい。いつも、いつも3時間ぐらいやってやっと7000人とかなのに。ありがとう。7000人、ありがとうございます。うん。本当にこの上ない真心を込めて私が感謝の気持ちを、もうお伝えしたいと思います。本当に。もうでもありがとうって言葉、以外に何も見つからないんだけど、ありがとう以外になんかいい言葉ありませんって言いながら生クリーム食べるうーん、みかちゃん17位って。あ、なんかね、小三郎もね、なんか DMM 見てくれてたみたいで、こちゃこしゃこしゃね、嬉しかった。こしゃが、コシャに早く会いたい。私ね、コシャね、なんかおすすめによく出てくるんですよ、インスタの。可愛くて見ちゃう、めっちゃ。うん。コシャが見てくれて、あと、オギチのパパがね、すごい、あの、最後、差し入れもいただいて、オギチのマネージャーさんからもいただいて、本当に。ね。オギノキ、ほんとみんな、あやかにファンって。もう早く、もうお礼言いに行かなきゃいけない、やばい。本当に早く、あの、パパとママにとコシャに会わせてください。今度会いに行きます。うん。ありがとう。うん。
ね、嬉しい。あ、マリチも、マリチもたくさん応援してくれて幸せ。なんか愛されてるなって思います。こんなにも愛されていいのかっていうぐらい本当に幸せ。うん、ね、でも私の親も本当に塩木にはね、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいで、いつもね、家帰るとマリナとかオギの話するんだけど、ママがマリナちゃんは可愛いとか、もうオギは本当スタイルいいとか優しいとか、いろいろそういう話をするんだけどね。うん、本当こんな素敵なお友達がいるのは本当に嬉しいな。うん、ね。そうで、あ、そうそうそう、まだねユニットの話しかしてなかったんですけど、あの全体曲もマックスとソーロングと永遠より続くようにを、うちはマイフレンドだねそうを歌わせてもらったんですけど、なんか永遠より続くようにはあの立ち位置はちょっとくじ引きで決めてみました。なんかあのなんとなくですなんか私がなんかそんなみんなの立ち位置決めるのもなんか違うなと思って、なんかくじ引きで決めてみたいなと思ってあのくじ引きで決めてみました。そう、そしたらマリナがさ、たまたま2番で、強運だった。うん。そうなの。くじ引きで決めたよ。うん。強すぎるって。いや、マリちゃんマジ強いから。そう。マリちゃんが隣にいてくれて、ダンスもすごい教えてくれてさ、マリナが。すごい歌割りも一緒だったから、ダンスのその振りとかも結構一緒なことが多くて。だからマリナがね、教えてくれて嬉しかった。うん。だるまありがとう。そう、永遠より続くんで、あとは、ソーロングはそうね、まあ、5人は5人上、ね、自分がちょっと、まあ、みんな仲良くしてくれたんだけど、特になんか自分の中で濃かったなって思う5人をちょっとあのマイフレンドの歌割りのとこに今当てはめたんですけど、あの他はあの次反対にしたんですよ。さっきあの2番、3番、4番、5番だったところをあのお尻だったところを一番上に持ってきてっていう、なんかみんな、なんかなんて言うんだろう、みんな近くに来てほしいなと思って、なんかそういう感じでね、立ち位置決めました。でも本当にもう誰がとかじゃなくて、もう本当に私はもうみんなに感謝の気持ちしかないから、本当にもう誰がとかじゃないのね、もう本当にもうみんなマイフレンドです本当に、うん。だから本当にもうこういうのをもう決めれなくて辛かったもん。どうしたらいいだろうって考えた挙句の果てにくじ引きだからね。そう。うん。そうそう。でもみんながさ、なんか振り入れとかもね、自分おのおの忙しいのに各自で。その頑張って振り入れしてくれたり、各自でなんか覚えてくれたり、私のリハに付き合ってくれたり、リハ2日間あったんですよ、リハね。で1日目はユニットを全部確認して、2日目はユニットと、それであの振り入れね、ソーロングと永遠に続くように振り入れしたのが前日の午後からだったんですね。なのにみんななんかすごい頑張って覚えてきてくれて、なんか本番ではあんな素敵なパフォーマンスをさ、なんか私のためにしてくれてさ、だから
本当にもうね、もう誰とかじゃなくて、本当にもうみんなの、まあ、みんながそうやって頑張ってくれたおかげで、なんかすごいこんな素敵なステージを作ってくれたので、本当に、みんながおのおの各自で頑張ってくれたのが本当に、もう忙しい中ね、そんな私の卒業公演のために、新規で2曲も覚えていただいてさ、嬉しかったです。ずっとね、やりたい曲だったので、そのやりたい曲をね、みんなとできて、嬉しかったなーって思います。なんかやっぱ考えたんですよ。なんか大体新規の曲って、新規っていうかその、卒業公演とかでやりたい曲ってみんなユニットでやったりとかするけど、なんかそれがなんかやっぱ、もう誰とかじゃないんですよ、私も。やるならみんなユニットやりたいし、みたいな。まあでもそういうわけにいかないから、なんかやっぱ考えついたのが、みんなで全体曲やりたいなって2曲新規でやりたいなって思ったのが私の考えた結果で、だから立ち位置とかもそうなるとまた立ち位置とかも、いやもう誰とかじゃないんだよみたいな、選ぶとかじゃないと思って、もう本当にもう心が苦しか